ダメだ、勝てない。助けてくれ。まさに悪魔だ。いくらピーターさんでも一人では。なに、大丈夫さ、一人でも。よかった、ピーターさん。ルベリア先輩よ。やつは紛れもなく地上最強の戦士なんだったな。やはり彼の血は何としてもオーガに取り込まれなくてはなりません。先輩の噂を聞いて戦士ギルドに来てよかったっすね。あの圧倒的な戦闘力、うん、濡れる。お怪我はありませんか？ありがとう、ピーター君。やはり私は君がいないとダメなようだよ。ルベリア先輩。ピーターグリル、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 ピーターグリル。これはまずいな。幸いルベリア先輩に大事はなかった。村の人たちも害獣を倒してくれたことを感謝してくれていた。だが、なぜだ！が、王様ラン。戦いの緊張感が続いてるのか？いや、こんな長時間もそんなことありえない。おかげであの後は、ヒロ、村を大英だって言うのにあんなに低姿勢で。さすがだ。本物の戦士は決して偉ぶったりしないってことだな。まさか。
エルフが仕掛けた魔術のせいなのか。そのまさかじゃよ。お前だいぶ巻いておるようじゃの、ピーター・グリル。このビーガン・エルドリエルとの関係を断った愚行、そろそろ後悔し始めているのではないか。俺のここが立ちっぱなしなのは。そう、エルフの里に伝わる禁術、持続魔術、このエンチャントをかけられた者はが収まらなくなるばかりでなく、やがては陰茎細胞が毀損してしまい、永遠にできなくなってしまうのじゃ。なー、このまま男としての機能を失い、若くして賢者の域に達するのも哀れよの。頼む、それだけはやめてくれ、お願いだ。なんじゃ、声が小さくて聞こえんな。頼む、このエンチャントを解いてくれ。いつ良いとも良いとも、そこまで言うなら解除してやろうぞ。じゃがな、この魔術は一度かけるとたった一つの方法でしか解除できんのじゃ。すなわち施術者と見て、我のここに主の小種を放つより他はないのじゃからな。そんなことできるわけがない。俺にはルベリア先輩という人が。ピーター君。ルベリア先輩。話を聞こうと思ったが、君だったのか。この温泉は素晴らしいな。戦いで受けた傷も立ちどころに癒されていくよ。ところでピーター君、この温泉の伝説はもう耳にしたかな。え、何の話です。ここは温泉で有名な集落だが、中でも特別な源泉から引かれたこの秘湯には興味深い効能があるらしくてね。この秘湯に使ったものは子宝に恵まれるという伝説があるのだとか。だからそのどうかな、こちらに来て一緒に温泉の効能を検証するというのは。何だったえ！夢か幻か、先輩が俺を自分から誘うなんて。これは今まで2年間手をつなぐより先に進展しなかった俺と先輩が次のステップへと至るための千載一遇のチャンス。だが問題は、俺の股間が明らかにリミットブレイク寸前ということ。さて、どう決断するか見物じゃな。絶対にこの機を逃すわけにはいかない。しかし、ルベリア先輩、俺はすいません、俺はいけません。今はどうしても。そうか、まあ急な話だし、余人に見つかるかもしれないしな。でも残念だよ。このお湯に浸かって共に祈りを捧げれば、コウノトリが運んできてくれると思ったんだ。私たちの子供。すいません先輩。それでよい。さてピーター・グリルよ、主は我に向かって何かお願いしたいことがあったはずよな。どうか俺の子種を受け取ってはいただけないでしょうか。死んだ、俺の中の戦士としての行事が
粉々に砕け散った。だがこれは俺と先輩の未来を守るためでもある。さあ鬱陶しい茶番は終わりじゃ。来るがよいぞピーター・グリル。そうともこれは決して裏切りなんかじゃない。仕方のない仕方のないことなんだ。始まりはただの恋心、気づけば唯一無二の拠り所、同じ時刻み年を取ろうよ。これからはお願いさ Stay with me Stay with me、 存在隣にいて永久に。戦いの日々に疲れても、怒りの雨に晴れても、濡れてしまうならば迷わず、俺が代わりにあなたの傘となる。寒くないよ隣にいる、ただそれだけで。君は僕の拠り所さ、その笑顔にまた癒される。世界中探しても代わりなんていない。君は僕の拠り所さ、そこにいるだけでまた満たされる。どんなに傷ついてもこの身捧げ守るから。背景ピーターグリル様、近頃では外交の席にもつくって聞いたよ。戦士ギルドのみんなに信頼されてる証拠だね。